サッカーは幼稚園の年長の時にグラウンドでみんながやってるのを見て私も入りたいなって思って入ったらなんかすごい楽しくって、そのままずっと小学生中学生と男の子とかとやりながら続けていきました。中学生の時に父親の転勤でニューヨークに引っ越して、そこでアメリカ初めて来たんですけど、英語まだ全然もうアルファベットがやっと書けるぐらいの時にサッカーで友達がたくさんできて、サッカーで人とつながれたので、やっぱりサッカーいいなって思って、ずっと中学生もニューヨークでサッカーを続けてました。同じクラブチームの人とかがアンダー15、6とかのアメリカ代表とか行ったりして、上の世界をちょっと見れたので、そこでまたサッカーの向上心も上がってきて、それで日本に帰ったら大学受験とかもあるのでサッカーも続けるか続けないか迷ってたんですけど、やっぱり好きな気持ちは変わらなかったので、全然強いチームとかじゃなかったんですけど、地元の女の子のチームに入りながら2年生3年生ぐらいで大学受験を考えた時に、アメリカでやっぱりサッカーがしたいなってことになったので、高校の男子のサッカー部に練習に入れてもらって、全然もう足手まといで本当に迷惑かけてばっかりだったんですけど、そこで少しずつ成長してって、やっぱり高いレベルでサッカーやると楽しいなって思うのが結構多いので、それでアメリカの大学にサッカーも勉強も両立したいなってことで来ようってなった時に UCLA っていう大学を見つけて、アメリカの中でもサッカーも勉強も結構トップな大学だったので、キャンパスとかも見に来て、こういう広い人工芝のフィールドもあるし、あと2つここは天然芝のフィールドもあったりして、すごいジムとかも綺麗でいい環境だなって思ったので、ここでサッカーできたら楽しいだろうなって、最初はなんかもうできたらいいなぐらいだったんですけど、高校3年生になってちゃんと大学の準備を進めていくときに、もしかしたらいけるかもしれないっていうことを自分で分かり始めたので、テストの点数とか成績とか自分が今までやってきた、どういう活動をしてきたかとか、そういうレズメとビデオをコーチに送ったら、 UCLA のコーチがいや、もしかしたら君チームに入れるかもしれないって言ってくれたので、もう高校3年生の最後の3月ぐらいにこっちに1回来て、このコーチの前でサッカーをして、いや君は合格だみたいな感じで入れたので、まだまだなんですけど、今年初めてちょっとずつ試合とかも出られるようになったので、来年も4年生なんですけど、来年はまあ全試合に出られるぐらい今後も頑張っていこうかなって思ってます。将来の夢、もちろんサッカーをここまでもう今21歳だから16年間ぐらい続けてきたので、やっぱりこういうレベルの高いところでやってると本当にもっともっとレベルの高いところ行きたいなっていう気持ちも本当はまだ少し残ってて、もちろんなでしこになれたらそれはベストなんですけど、まあ、そこまで行かなくても、もし卒業した後チャンスがあったらヨーロッパでプロの選手になりたいです。学業のレベルも高い大学なので、今アカウンティングっていう税務の仕事をもう今考えてて、来年の夏にそのアカウンティングのファームでインターンシップをするので、そこで自分がどういう仕事をしたいかなっていうのも考えながら、勉強もサッカーも両方とも頑張っていきたいなって思ってます。ずっと日本で育ってる人たちは、自分も小学生の時まではそうだったので、まあ、全然なんかアメリカなんてすごい英語も自分喋れないし、アメリカなんてすごい遠い世界に感じると思うんですけど、やっぱりサッカーとかスポーツとかでは全然人つながるんで、最初は英語喋れなくてもそうやってサッカーとかで友達作って、全然英語も学んでくるし、こういうレベルの高いサッカーとかもできるっていうのはすごい将来的に大きな財産となると思うので、オプションとして考えるっていうのはすごい大切かなって思います。もちろん日本の方が過ごしやすいっていう人もいるだろうし、日本の方がなんか自分に合うっていうのはもちろん人それぞれあると思うんですけど、でもアメリカ例えば UCLA とかはすごいいい環境にあるので、そういうところでサッカーをできるっていう可能性はまだ全然皆さんたくさんあると思うので、それを大学行く時点とか高校行く時にちょっと一つのオプションとして考えてみるっていうのはありかなって思います。今全然自分のチームはもう日本人どころかアジア人も一人なので、多分日本人とかは全然サッカー上手いけど壁を感じてるから来られてない人とかもたくさんいると思うんですけど、もっともっと日本人とかアジアの人とかがアメリカに来てくれて、サッカーがもっともっと盛り上がればいいなって思ってるので、ぜひアメリカへどうぞ来てください。UCLA来てよかったですか？本当によかったと思います。本当にもう人生の中で
一番のいいチョイスだなって思います。やっぱりサッカーも勉強もいろんな人もいて、人間関係とかもすごい広がったし、日本に行っては味わえないこのなんか広い世界でなんか羽ばたいてる感じが来ます。なんか生きてる感じがするので、親元から離れるのはもちろん辛かったし大変だったし、友達とかも結構日本にいるのでホームシックとかなることはたまにあるんですけど、やっぱりちゃんと大学の4年間学生生活結構充実してる気がします。